ご視聴ありがとうございます。すいません、また今回もセール動画で内容も似た感じなんですが、最近アミアミさんのセールも暴走モードのような気がするんですけど、そんなこともないですかね。いつもこんな感じでしたっけ。なんかどんどん増えていく気がして、またいくつかご紹介させてください。はい、ではですね、セールページになるんですが、まずはこれですね。他のお店とかでも同じくらいの額にはなった気もするんですが、ゆるキャンの大垣千秋 50% オフですね。1万円切ってます。でしかも送料無料で、ヤフー店とかにもあるので、そっちだとペイペイポイントとかも入ると思うので、さらにちょっと安くなると思うんですよね。で、あとですね、こちら、斎藤恵那地区はもう一応 39% オフなんですよね。11,800円、これでも安いですよね。で、私も集めてないんですけど、視聴者様から写真募集とかもした時に結構送ってくださる方も多くて人気だと思うんですが、犬山葵とか今すごい高くなってますよね。シバリンとかも定価以上じゃないですかね。今チャンスなんじゃないですか。で、ウィングさん、このシリーズ再販もしてますからね。またこれから他のキャラもかかるかもしれないですし、で、アニメ3期も決まってますからね。もしかしたらいいタイミングなのかもしれませんので、お好きな方ぜひチェックしてみてください。はい、ではですね、戻りまして、で、あとこれもですね、はい、販路限定なんですけどね、私も買って大きさ比較動画なんて出しましたが、フリングさんの4分の1スケール FGO セイバーアルトリアペンドラゴン、これも 30% オフなんですよね。21,560円だそうです。割引率そこまでかもですが、定価でしか販売してないですからね。そんなわけで4分の1もですね、ちょいちょい安くなるものを見る気がします。はい、で、あとは他にもですね、本当安いんですよね。 60% オフですとか 50% オフ 70% オフなんていうのもありますからね。で、スケールフィギュアでも1万円を切っているなんていうものもちらほら。で、他にもですね、これも安いですね。はい、ミートスさんの AZ シリーズの C ですね。約半額7,000円です。もう10年前のフィギュア価格とかじゃないですかね。めちゃくちゃ安く感じます。最初に出た方とかは結構高くもなってる気がするんですけどね。これは今めちゃくちゃお買い得みたいです。はい、ではですね、続きまして、前回ご紹介しましたが、こちら、FGO の水着沖田もですね、 50% なんですがまだ買えるんですね。このボリュームで 12,400円っていうのも結構やばい気がするんですけどね。はい、ではどんどんいきまして、次のページ見ていきましょう。こんな感じになってまして、ライザとかも 30% オフですね。デミックも 40% オフ。本当発売したばかりだと思うんですけどね。こんな感じです。で、これですよ。はい、私もですね、購入して動画も出しましたが、ミートスさんの GAD シリーズカラスというか、これ3人いて今全部がですね 38% オフ、8,500円です。これも10年前のフィギュア価格ですね。で、しかもなんか普通こういったフィギュアって個数制限3個までなんですが、なんかこれ6個まで買えるんですよね。買いませんけどめちゃくちゃあるんですかね。なんかちょっと珍しかったです。はい、ではいきまして、あとこれなんかも安いですよね。はい、ネオマックスさんの最初に出るはずであったアズレン陰類より先に発売されてしまった第2弾のフィギュアですよね。ライザとかの鳥玉の先生デザインのモアでしたっけ。これも 40% オフなんですね。13,980円だそうです。安いですよね。でも動画だとちょっと厳しい系ですかね。はい、そんな感じです。
で他にもですね、まあいろいろあるんですよ。あのアルタさんのフィギュアとかも 20% オフくらいで結構種類あるんですよね。まあそんな感じで欲しかった、気になってたフィギュアっていうのがいい感じの価格になってるかもしれませんので、よかったらぜひアミアミさんのセールもチェックしてみてください。はい。で、まあ一応おすすめなのは、買う前にAmazon とかと比べてみるのもいいかもですね。もしかしたら Amazon の方が安いっていう場合もあるかもしれませんので、あの一番安い額で狙ってみてください。はい、ということで以上になります。今回もセール動画でした。またたまにはやりたいと思います。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。